ガンニバルの帽子の話、ガンニバルの帽子の話、ドラマ版のガンニバルっていうね、見ましたけども、私が気になったというかね、着目してるのはですね、岩尾っていうね、後藤家の、まあそうですね、軍曹みたいな、鬼軍曹みたいな、もちろん当主筋のね、圭介陽介が一番なんだけど、特に圭介ねが一番なんだけど、そのナンバー2というかね、岩尾っていう、まあがたいのいい、帽子をかぶったね男がいて、でパワー系でね、でまあ多少頭も消えるっていうね、そういった圭介に次ぐようなキャラクターがいるんですよね。うん、でそのね、人物は、岩尾がかぶってる帽子がありまして、私ね同じ帽子ね持ってたんですよ、もう5年10年ぐらい前に。あの帽子ね、前面が白くて後ろと横がね紺色で、つばの部分も紺色で、で前面のね前のところに盾みたいな、マークがあって、これは多分どこのマークでもないと思う、オリジナルのマークだと思うんだけど、そういったね帽子で、私ねこれねホームセンターで確か買ったんですよ、安く。だホームセンターで売ってるどこのブランドでもないような、要するにそのスポーツメーカーとかアメフトのチームとかねじゃなくて、それっぽく見せてるけど何のブランドでもないっていうね、そういった帽子で、私同じの持ってたから分かるんですよ、あの帽子だと思って。岩尾もねホームセンターで買ったのかなみたいな感じ で岩尾に注目して見てたんだけど、このホームセンターのね帽子が私と同じだったっていうのは何もね偶然っていうかね、それだけの話じゃなくて、同じようなことって日本国内であるんじゃないのっていうね、そういったドラマなんですよね、ガンニバル。もちろんね食事してるとかね、埋めてるとかねことはないんだけど、そうなんていうか、有力な地方豪族みたいな一家があって、財力もあるし若くて血の気のあるやつがね、そういった荒事もやるというね、でその村というか地域を支配してるみたいな豪族みたいな人がいて、で村人もね後藤家嫌だなと思ってるんだけど、めんどくせえなと思ってるんだけど、従ってたら別になんか悪さするわけでもないし、それから外敵ね、なんかよそから流れてきたなんかいかつい兄ちゃんとかいたら後藤家は閉めてくれるっていうね、文句言ったら、新人の兄ちゃんとかちょっとあれだからやった閉めといてよみたいな、話つけといてよみたいなことを言ったら後藤家がね閉めてくれるっていうね、そういったまあ持ちつ持たれつみたいな、そういう感じがあって、でこうなると後藤家がもうまあ独裁になっちゃうんだけど、神社の家系の人もいましたよね、坊ちゃんって言われるね、坊ちゃんの家系は後藤家とは別系なんですよね、別の家系で、しかも古くから村にいるから、後藤家が来る前からずっといるんじゃないですか。で権力はそこまで持たず、こう儀式ばっかりやってると、神社だからね。で実質的な権力は後藤家が持ってるんだけど、まあ後藤家もですね、村の祭事とかで坊ちゃんのね家系に頼るから、でしかもみんな尊敬を集めてるのは坊ちゃんね、坊ちゃんの言うことだとなんかみんな聞こうかみたいなことになるから、村の人もね、だから後藤家もこのうまく利用してるわけだよね、神社の家系をね。この人たちがいないと儀式できないから、儀式できないってことは結局力ずくで言うこと聞かせるのかみたいになるし、だから坊ちゃんの家系も一応ね力はあるというか、だから後藤家の好き放題にはできないなっていう、そういうことがあるんですね。最悪坊ちゃんとかみんな村人が行って後藤家やばいんですって言えば何とかしてくれ、話つけてくれるとかねあるから、はい。で坊ちゃんの、ね、神社の家も後藤家すげえ嫌だなと思っても実際にパワーあるからね、
まあ、うまくやっていくしかないっていう、うん、まあそんなわけなんですね。それでまあこういったねことっていうのはいろんな日本の地域、まあもちろん世界中なんだけど、いろんなとこで多かれ少なかれあるんじゃないですかっていうのが、みんな同じなんじゃないですかっていうのはですね、まあ岩のね、岩尾のね、あのホームセンターの帽子なんですよね。君も一緒だぞみたいなね。今ね、あの都市部に住んでるからわからないかもしれないけど、ちょっとね、あの地方に行ったらこういう村とか結構あるからみたいなね。はい。でちょっと里帰りしたぐらいじゃお客さんだからわかんないけど、移住して住んだりするとややこしいことありますよみたいなね。うん。でこのややこしさもですね、その遊びでやってんじゃなくて、こう必要に迫られてやってるというか、村のヒエラルキーというかね、争いを防止するというか、例えばね、後藤家って言いますよね。で後藤家の若い衆バラバラなんですよ。バラバラ、あの顔とかね、体型とか、背の高いやつ、ひょろいやつ、パワー系、あともうもやしっこみたいなね、後藤陽介みたいな病気がちとかね、バラバラなんですよね。でこのバラバラっていうのは、まあ漫画版最後まで読めばね、あの当然理由付けがあっていいんだけど、あの若い男衆がバラバラのね、一つの一家を名乗ってるけど、考え方は全員多分違うと思うし、バランバラなんですね。うん。それをまとめるのが圭介だというね。はい。で後藤家がね、当主筋にすごいこだわるんですね。当主筋さえ守ってれば後藤家は安泰だみたいな。例えば岩尾とか死んでもね、子孫残らなくてもどうでもいいわけ、どうでもいいの本当に。だけど後藤圭介のね、あの当主筋が残らないと、もう後藤家終わりだみたいになってるわけね。これ何なんだっていうことですよね。で当主の血筋だけ守っとけば、あの大丈夫っていうのは、そのヒエラルキーがあって、一番トップに、当主ね、まあ息子、当主の息子とかねがいて、でその下に後藤家の普通のね男衆がいると、若い衆がいると。それでこれはね、あのやっぱり争いを防止するっていうことなんじゃないですかね。権力争いもさせないし、当然後藤家が持ってる、あの後藤家の当主が一番権力を持つことになるから、これ世襲だからね、争いほど起きないから、まあ兄弟間では起きるかもしれないけど、後藤圭介陽介ね、だけどまあ 長男が継ぐみたいなことを決めとけば、もうそれで従ってやるだけだからもう関係ないっていうね。ましてや岩尾とかね、当主の筋じゃない人がその後藤家の当主に名乗ることはできないですよね。どうやったってね、どんなに頭が良くても、どんなにもうパワーがあってもね、権力があっても、当主の血筋にはかなわないみたいな。だから結局どこまで行ってもナンバー2止まりですよみたいな。で本人もそれで納得するっていうね。うん。あのこれ納得しないと争いになっちゃうからね。で狭い一家で争いがあったらこう死んじゃうわけですよみんなね。うん。で生き残ったとしても後藤家のパワー自体が落ちるから、その他の村人にねつけ込まれると。なんか最近後藤家あの人いなくなってますけど大丈夫ですかみたいな。なんならサブさんトップにして公家村ね、あのやりましょうかみたいなね。そういった力のある村人ね、一般村人が後藤家を追い出す可能性があると。うん。だから後藤家としてはパワーは維持したいと。だからどんなに不満があっても、もう圭介をトップにしてあのまとまっていくんだと。それで後藤の、ね、中でもいろんなあの人いるから、いやうちはできねえなとかね、いややってくれよみたいな、いやうちは林業はあんまりとかね、あといや人さらったっていいじゃんみたいな、いやさらうのは良くないとかね、警察官だからあのぶん殴ったらダメでしょみたいな、いややっちゃってもいいんだみたいな、そういったあいろんな考え方の違いがあるわけね。でそれで争っちゃうともう収拾つかないから、
こんなのどこまで行ったって折り合いつかないからね。考え方違うんだから。だからケイスケ出てって、ケイスケが決めると、もうあってようが間違ってようが方針を決めるわけね。でそれ方針には絶対逆らっちゃダメだと。で逆らったら多分後藤家から後藤家全員からね制裁あるんじゃないですか。うん、だからそもそも争いをね後藤家内部で起こさないっていうのが当主のね役割というか。でみんな不満があってもそれは従うと。なんなら争いやってると村人がねなんか一揆みたいなことして乗っ取るからね。うん、後藤家の安定のために当主がねこう置かれてるといいますか。はい、まあそんなわけでね、ガンニバル、ドラマ版もね漫画版も、漫画版は特に最後までしっかり読みましたね。漫画版ね後半ねちょっとね難しくなってですね、はい、種明かし要素があるんでかなり複雑なんで読みづらいんですけど、まあでも楽しめますよ。前半のドキドキ感はね減りますけど、アクションもあるし後半ね。だから好きな人ね漫画版もねドラマ見た後で見てほしいんですよね。うん、ドラマがよくできてるなってのも分かりますし、はい、そんなわけでガンニバルのね面白さの話でした。